ご紹介いただきました。ありがとうございます。私はこの4月まで日本銀行の25年間の経験と富士通総研という例のコンピューター会社のシンクタンクの10年の経験で、この4月から松田現理事長から声をかけていただきまして、商業学園大学にこの学長として勤めております。今日私のテーマは、新しい大学と社会というテーマでございますけれども、そこの社会の目に経済という言葉を入れた上で、今日はこういったテーマで皆様方にお話しさせていただきたいと思います。それで私は今までお四方の先生から出ました話にですね、ムーク時代の産学工大連携の大学経営ということでお話しさせていただきます。それで今までグレートブックスという場合には皆様は古典ということで一本でおっしゃってましたけれども、私の考えでは古典というのはもちろんこれはシェイクスピアを含めてあれは16世紀以降の古典でございます。もともとある古典は自然です。これをこのいかに捉えて、なおかつ先ほど来のいろんな ICT 空間で学びの場が出ているということで、どういった形での ICT 空間を使って、最後は先ほど来何度も出る言葉です。やはり日本は一つ一つの部品はいいんだけど、束ねたところのですね、結局このシステムイノベーションがやっぱりちょっと不得意で、これを大学という面に関してどのようにこの組み立てていったらいいのかということを今からご紹介させていただきます。次の、今この中にですね、一番左グレートブックスの自然農っていうのは、これ1万年前からの農業革命から始まっています。それで古典というので、先ほど来話があるのは、シェイクスピアは1565年生まれでございまして、その時は近代資本主義の勃興期でございます。その中にあって、カソリックとして、カソリックというのはそれまでの封建荘園制の下では、農民とか含めたところに深い支持があったわけですが、これが近代資本主義においては、資本家はもっぱらプロテスタントとか、イギリス国教会と新教の支持者に支えられたわけです。したがって、ヘンリー8世がたまたまカソリックを迫害したという場合になぜ支持されたかというと、これら資本家が支持したわけでございます。まあ、余談でございますけれども、これ、松田理事長からお聞きした話です。当時、修道院が持ってた土地を抜本的に取り上げて、それを資本家に配分いたしまして、なおかつナイトという称号を与えて、その後の近代資本主義を支えたわけでございます。そして時は流れまして、先ほど来、大橋さんの言葉にありますように、ICT 革命、私は富士通総研で ICT という情報通信革命、何をもたらすか、かなり勉強したものでございますけれども、こういう言ってみる1万年前からのですね、直近まで大きく流れが変わる中にあって、古典という中に2つ、いわゆるこの西洋古典と、それ東洋古典がどう関係するのか、あるいは自然がどう関係するのかという形で、このものを考えたらいいんではないかと思っています。結論的に申しますと、次に申しますね。日本の中で最も優れているものは何かと、ちょっと皆様方のですね、お配りした3枚の資料ございます。そこの中に、この横山先生って日経新聞の心の欄というのに出ている横山先生の欄がございます。彼は何を言ったか、あれということです。この土の中の微生物がとんでもない、やはり大きな役割を果たしていると。そしてですね、ヒーローだと言ってます。それで、こういうことを実は分かってたんじゃないかなと思うのが、日本のこのスーパーアーティストであり、詩人であり、サイエンティストであった宮沢賢治さんではないかと思います。それがなぜそう思うようになったかというと、次のページを出ます。これは何かというとですね、横山さんからいただいた絵です。これは宇宙だと思う方は、まあ、いらっしゃらないと思いますけれども、実はこれは土の中です。10ミクロンの中に、あそこに右下にですね、銀河鉄道みたいに走ってますね。これがまさに土の中の姿です。
こういうことがですね、なぜ分かるようになったかというと、あ、もう一つ、こういう手法でですね、それぞれの土の中の 微生物菌の多様性をこの測ってみた。これ測れたっていうのが ICT 技術も使って測れたんですが、横山博士が世界オンリーワンの方でございます。見てください。日本はあるこの土は非常にいいです。216万種類あります。それでヨーロッパでここの西欧ってフランスです。これはあのワインの里で有名なフランスの土地ですけど、70万種類しかいません。オセアニア、ニュージーランドです。188万。南米、アルゼンチンです。1万3000。これは農薬、この化学肥料および遺伝子組み換えでボロボロでございます。そういうことで皆さんもう一度サプライズが起こっています。なぜかというと ICT によって日本の土自然資源は世界オンリーワンのトップレベルになるということは認識する必要があると思います。次いきます。それで今が日本のこの自然資源の世界トップオンリーワンの拠点でございます。続いて、これは昨日の話がありましたけれども、これはミルワード先生はイエズス会ということでございますから、ちょうど日本が、あれですよね、私は長崎勤務ありましたけれども、ザビエルが来て、2年間で、このしっかり業績を上げたというときに、生きたザビエルの、このあれですよね、イエズス会の精神性をずっと引き継がれて、なおかつ、それをこの文芸の域に生きているシェイクスピアということで、先生はこの世界の一番のこのあれですね、認識者だと。これはちょっと経済に関係いたします。その第二ステージというところが、要するにこのシェイクスピアが出てきたところです。その前がいろいろこのダンテの話とかっていうのは、前の封建、この封建、荘園型です。それで今、第3のステージに入っています。脱産業社会と呼ぶのがいいのか、これ、言葉がありますけど、今は脱産業という形で、次はどうなるのかと、非常に皆さんが見ているわけです。ところで、ケインズっていうのは皆さんご存知ですけれども、ケインズは大恐慌の時に、その需要がなければ、そのない需要を政府のこの支出で需要を作っていければ、そこで余っている設備が動き出しますから、世の中が動くと言ったと同時に、彼、すごいこと言ってまして、孫の時代、100年後はですね、とんでもない社会になると言ってました。実はですね、どういうことかというと、需要がないところは需要を作ればいいんだけども、これ先ほどのレジャー、私はこのレジャーって言葉は実はあまり好きではないです。レジャーランドだとかですね、やっぱり自由時間という言葉で置き換えた方が実は私はいいと思っています。そういう意味で日本の言葉に合うのは自由時間がとんでもなく広がる。その場合にこの自由時間をどうしたらいいかということです。それで一方でですね、ロボット革命が起こっています。ロボット革命が起こっているということは、絶えず人間のストレスとか、ああいうことが起こってまして、それであればここです。今からですね、芸術だとか古典とかはどう意味を持つか、これは大きな転換点でございます。一番左がですね、まあ私は真ん中のラインぐらいですね。それで今までは、生理的欲望、物的欲望、衣食住、エネルギー、それで 3C とかね、これがで大体経済引っ張っていました。これ今充足されております。今から何が必要かって、マネーはですね、このリアルなところに対して、1に対して、4っていうすごいグローバルマネー動いてまして、これがぐる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 回ってバブルを起こしてます。今からどうしたらいいか、一番右上のですね、この本来であれば、右肩上がりになるべきところの自己開発欲望、やはり自らが精神を安定的に持っていくとかですね、いわゆるケインズは相対的ニーズって言ってました。相対的な他者よりも優越感感じるニーズだと言ってましたけれども、これは今の言葉に変えると、下が絶対的ニーズというのは、衣食住エネルギーです。そういう意味で言うと、この右上の相対的ニーズであった芸術とかですね、スポーツだとか、こういう自ら楽しむ、こういったことをですね、もっと経済学的にも前面に据えて、これを需要として引き出していく。今このストレス社会にありましては、おそらくそういうところをもしっかりとですね、絶対的な需要ということにしない限り無理だと思いますけれども、そ
そういう意味では経済学的にも、ケインズは回答言っておりませんでしたけれども、そこの右上が結局、古典を含めてポイントになると思います。ここで、じゃあ、大学はどう考えているのかということです。結論申し上げます。今、アメリカもハーバードだとか、スタンフォードだとか、MIT、もう世界のトップの大学が、MOOC という形で、クラウドで、この授業の無料オンライン配信ってやってきてます。それで日本はいよいよですね、東大、京大含めて、もうこの世界では負けますので、いよいよ落ち目でもう潰れるかという瀬戸際に来ております。しかしと、ここで大事なのは、MIT も右に書いてます、キャンパス経験。これは何かというとですね、先ほどのコモンセンス、顔をそれぞれこの合わせてですね、フェイス2フェイスで、もっと現場で、あるいはスタジオで、舞台で、もっとコミュニケーションしようというのを、やっぱり右に据えてます。そういう意味で言うとですね、下の新しい教育もシステムはモジュールになっています、それぞれの地が。これをどうつなぐかっていうのは、それぞれの大学に応じてやっていけばいいんですが、右の方はですね、絶対的に、いわゆる自然というですね、グレートブックスに立脚しない限り、これは不可能です。そこで今言いました。左の方は日本は今、攻められていると。右の方は世界で最も充実しているのは、実はジャパンです。だから右のところのですね、自然、現場ということの実技、あるいは農業ということは形で、なぜ農業が今注目されているかというと、ここのところは世界一だから日本はやっぱり注目されてもいるし、あるいは最近のストレス、精神的な不安定の中にあって、どうも土と立脚しないとダメだという認識が広がっているためです。従いまして、日本は右は非常に優れている。左の方は今は攻められている。しかしながら、昨日の、諸先生方のこの話を聞いておりまして、一つ共通性があると。要するに、日本は英語教育が今、トイフルレベルで非常に弱いとか言われてるんですけども、実はリア王の映像を昨日私、見ることができました。リア王の映像っていうのは、あれは映画でございますから、今でいう 4K、画素がですね、横に縦に4000画素入ってる、実は映像でできています。映画のフィルムは、この100年前から 4K でございます。それで今、どういうことが起こってるかというと、4K カメラと、テレビもハイビジョンがいよいよ 4K を装備しつつあります。ということは、日本の場合は、テレビだとかカメラを含めて、この映画を同じように流せるとんでもないインフラを身につけているということです。そこであと何をすればいいか、それで先ほどありました、それで昨日松田先生の話で、すごく参考になったことがあります。大訳して覚えよう。だから今度、イヤ王のあれをですね、全部公共インフラとして流して、同時にあそこの字幕っていうのは当然、日本にありますし、さらに言いますと、NEC という会社はですね、英文同時字幕っていうサービスを用意しています。それで昨日のような字幕のような高いレベルになるかどうか、私、確認しておりませんけれども、最近の囲碁だとかですね、コンピューターの世界を見てますと、ああいう情報処理は私は簡単なんじゃないかと思います。いずれにせよ、やり方がある。そういう形で左の方をですね、グレートブックス、なおかつ一つ、私、松田先生から教えられたことがあります。ですね、やっぱり歴史を紐解いてみますと、カソリックは、いわゆる近代資本主義社会では、どちらかというと劣後した国の宗教になりました。それが再び今、注目されています。一方で、日本はどうかというと、同じようにですね、プロテスタントと違って、中を美だとかきらびやかにやってね、実は日本の仏教だそうです。あるいは禅宗だそうです。ということになりますと、今から来たるべき新しい田園社会におきましては、宗教はおそらくカソリックとこの日本の仏教禅宗がですね、双璧をなすものだと私は理解しております。そういう形でやれば、単なる西洋古典を世界に発信するだけではなくて、東洋の今の言ったような宗教性、自然観を含めたグレートブックスを作れるはずです。じゃあどうするんだろう。それをもって NEC でも、今からのコンピューター会社でもいいですけれども、同時英文字幕付き、同時日文字幕付きということで、バイラテラルにしていきますと、左の方は完成いたします。しかも、レベルはこの
ミルワード先生は西洋古典家として世界一です。それで東洋の禅だとか仏教って当然日本が世界一です。ということで、この左の方のですね、このレベルは世界一、右も世界一、これになった組み合わせたら、日本の大学は圧勝に終わります。それで今、なぜハーバードが、それが今言ってきてるかというと、これは明らかに彼らも国内からもう学生取れない時代に来ています。なぜならば、1対99といって、アメリカ社会は貧困層が 99% になっています。こうなりますと大学に入れない。そうすると彼らが狙うのは中国富裕層とかジャパンとかアジアの富裕層です。だからこうやってムークをやってます。それで日本語版もできております。だけど最後の勝負は右が日本ありますので、これをシステム化すれば勝てると私は思ってます。それで、その前にですね、じゃあ何をやるかというと、これはこの松田先生からの資料からです。今から大学やるべきこと。どう今まで専門を教えるのが大学だと思ってました。違います。4というところの全体値教養というのをもう一つブラッシュアップしてですね、専門値をむしろ高める形でのこの全体値教養教育をすると。そしてそれを英文にして出すと。それで空間としては先ほどの本田さんだとか、あれですよね、大橋さんのところの空間のこのビジネスで全面的にやっていくと。それ最後です。皆さんのところに資料にですね、川越総合高校の校長先生との対談をしております。彼はすごくいいこと言ってくれました。あと読んでください。真ん中にですね、農業ってどういうことかというと、社会現象の起源としてのこのベースが農業だとはっきりと言ってます。もう一つはですね、子どもたちにやっぱり驚きを与えるのが一番のテキストだと。あれ、まあ、驚きですね。それで私は言いました。さっきの皆さん、土の中の宇宙なんて驚きません？これは逆に言うと、幼児教育だとか、反転教育全部使います。だから日本は633制4、6334制でですね、ある意味で言ったら近代資本主義の首引きで、こういう制度できておりましたけれども、来るべき21世紀は、世界で両方備えてジャパンだけです。そういうところでやっていきましたら、さらに最後でございます。我々としてはですね、特に広大連携です。今、産学連携言いましたけど、広大連携が必要。特に農業系高校が重要です。なぜならば、特に書いてありますけども、今言ったように、グレートブックスを自分で肌で感じる農業の方です。農業高校です。そういう意味では、全国370の農業系高校ございます。各県に割り振りますと、大体10箇所ぐらいあります。10箇所が学という場合には、この広大連携、その場合に、今の言った全体値、教養ということを深く理解した大学と組まないとだめですが、勝利はそのような大学にするつもりでございますけれども、そういう形で農業系高校と組んでいった場合は、一気に全国にネットワークが広がることになると思います。そしてそういう場合には、この先生も書いてありますように、農業系高校の地に足のついた学生たちが、自分たちの弟とか妹とか含めてやった場合は、幼児教育だというところで、農業、自然というグレートブックスと関与ができるものだと思います。最後でございます。シュンペーター、ケインズと並んで、当時、大恐慌の時にですね、大きく話題になった経済学者、シュンペーターです。一番下をご覧ください。シュンペーター、イノベーション5つあると言いました。プロダクトイノベーション、新しいスマホだとか新幹線を作るようなものに、プロセスイノベーション、功労をこの話する、それだって言って、マーケットを作ろう、それから最後、システムズイノベーションです。いろいろ仕組みを作ろうと、もちろん日本できます。先ほどの言われ、みんな知性が高い、あとはこれを組み込むだけだと思います。我が大学も全国もそういう大学になるものだと信じて、このトップランナーとして、総合政策と芸術情報学部を組み込んで、こういった大学像を作りたいと思っています。時間になりましたので、以上、私の報告を終わります。どうもありがとうございました。